雲いたつを、雲いたつを、雲いたつを、天保十五年三月二十五日、千1 8 4四年五月十二日、明治三年十二月二十八日、千八百七十一年二月十七日は、江戸時代末期、幕末から明治にかけての死死、衆議院議員。本名は、小島盛義自由は伊佐田、は、枕月、または、古海キャントとも、創始と非徴と、 ロマンティシズムに溢れた詩人とも評されている。雲井達夫という名は明治元年、1868年、頃から用いたもので、生まれが、達度した続き達尾から、達夫都市、龍が、天に昇るとの気概をもってつけたと言われる。天保15年3月25日、1844年5月12日、米沢藩士の父、中島荘衛門平、官定、会計。 仮物蔵役、倉庫当番東六国三人口と八代家、次女、八百の二男二女の次男として米沢袋町に生まれる。陽名は、兵吉、猪吉、さらに、金六、熊蔵などと名前を変えた。幼い頃は負けず嫌いでぱくな性格であった。八歳で近所の上泉誠二郎の家塾に就学し、その優れた才能と弾力を認めた誠二郎からもう、 将君と呼ばれた。九歳にて、死、聖治郎が病死すると、山田惑道の私塾に移り、十二歳の頃には、教学の中心的存在であった、曽根春心にも指示する。十四歳からは、藩校、工場館に学び、館内の友う道に入学。工場館は主に官貌で、上層藩士の子弟を寄職させて教育する場であったが、達は、優秀に選抜され、 藩主から褒奨を受け、父母に公葉の少子も受けた。工学の達は、工場館の一部として建てられた図書館の約三千冊もの蔵書のほとんどを読破し、当時の学風趣旨学を盲信する日を悟り、陽明学に到達する。十八歳の時、叔父、小島彩介の養子となり、丸山昭左衛門の次女、吉をめ取る。二十歳の時に、 西助が死去したため小島家を継ぎ、二十一歳で高畑の経営の任についた。慶応元年、1865年、米沢藩の江戸藩邸に出資、上役の許可を得て、安井即県の三景塾に入門。即県は、昌平校においても、朱子学に不死を曲げず、門政には自由に書学を学ばせた。こうした学風を受けた都は、慶国再民の実学を治め、 執事長、塾頭にも選ばれており、即県から、谷田的以来の名執事長と言わしめたという、若山構造、安井即県先生。同塾門下生には、桂小五郎、広沢佐根尾品川矢次郎、瞳翔太郎、茂野安津倉がいる。またこの頃、同年であり、生涯を通じて、同志的関係を結んだ、即県の次男、健介と出会った。 慶応2年、1866年、藩兵で帰国。藩はこの時に、聖師、上杉持則が、兵800を率いて、京都の治安に当たっていたが、達夫は、京都中兵を解き、代わって、具眼の人物を上落させ、天下の形成を、元無法させる今が上策であると権限をするも、保守的藩風には、受け入れられなかった。しかし、 慶成級に動き、江戸幕府の徴収再生の頓挫や十四代将軍、徳川家持が休止して、徳川義信が将軍職に、衆具など、江戸幕府の実力の失墜は明白であった。そのため、ようやく、米沢藩は、幕府追随の不得策を知り、持ちのりを召喚し同時に、国老、千坂公がを京都に派遣、達夫は、その先駆に指名された。佐から一行は、 清水の常住院を本人としたが、達夫は別行動を、鳥一木緑、遠山緑等の変名を用いて、探索活動に当たった。ところが、同三年、1867年10月に幕府が大政奉還し、同年12月に、明治新政府から王政復古の大号令が発せられると、達夫は新政府の行使、全国各藩から推挙された犠牲官に挙げられた。 この公衆人は、門伐の死を差し置いての抜擢であり、その祭刊が判内外を問わず広く知られていたことを示している。なおこの年に、ジップ、宋江門が病死している。慶応四年、1868年、賭場、富士見の戦いに続き、新政府軍の統制が東北に及ぶと、達夫は、京都を発し途中殺間藩の罪とがを訴えた、盗殺劇を、起草、 国越列藩同盟の奮起を促した。しかし、旧幕府勢力は破れ去ると、米沢にて金庫のみとなる。明治2年、1869年に近親を解かれると、工場官除去となるが2ヶ月で辞任して、状況、新政府は達夫衆議院議員に任じた。しかし、薩長出身の政府要人とつながりがある議員が多くある中、前述の幕末期での薩摩批判や、 その一度議論に及べば、徹底的に議論を戦わせた振る舞いが災いし、周囲の忌避に合いわずか一月足らずで議員を追われた。一方、母親戦争で没落したり作法された主家から、見放された廃山の人々が達夫のもとに集まるようになり、達夫は、明治三年、1870年2月、東京、芝の上皇、窓かまこと両寺か土前に、 基準部局点検書なる看板を掲げ、特に脱藩者や旧幕臣に基準の道を与えようと4回にわたり、嘆願書を政府に提出した。これは、三に佐々木孝之、広沢沙江尾美らの許可を得たものであったが、実は新政府に不満を持つ旧幕深田諸藩の藩士が集まっていた。これが政府転覆の陰謀とみなされ、翌年4月謹慎を命ぜられる。 米沢藩に、幽閉の後東京に送られ、深く取り調べも行われず、罪名の根拠は、政府部内の順則に過ぎない、仮刑律が適用され、同年12月26日、1871年2月15日に判決が下り、辰夫は、判決2日後に、小言馬町牢獄で、残守刑に処され、小遣っぱら刑場で教詞された。年27、道は、 大学投稿に送られて、解剖の授業に使用されたという。なお、達夫を葬った政府は威信を保つためその親戚を、後復滅し、達夫の郷里米沢でもその名を口にすることは耐えて久しく、タブーとさていたという。また、同志の原忠施鉄、大人坊ら13名は残首、高州水ら22人が告示した。墓は、山形県米沢市の上安寺にある。 海名は、吉尾陰血神常栄子寺。雲蜘会により、明日に合わせ墓前で雲井祭りが催されている。南千住にある絵光院には、雲井達夫異分の墓石がある。友像に入学した達夫は、ある日、学友の佐藤志郎の訪問を受けた。佐藤が勉強部屋に入ると、一尺ほどの棒があった。不思議に思って尋ねると達夫は、 これは、勉強棒というものだと答えた。さらにその訳を佐藤が尋ねると、僕の頭のこぶを見た前へ。夜勉強していて、眠くなると、これで頭を殴るのだ。はじめは、水で顔を洗ったがダメなので、発火をまぶたにつけてみた。すると目がヒリヒリして、仕方がない。糖胡椒を舐めてみたら辛くて本を読むどころではなかった。この棒で殴るのが一番良い。この間、 春秋差し伝を読んだ時もこれで殴りながら読んだのだよ、言ったという。三景塾にいる頃、達夫は即権の命を受けて毛布を購入するため横浜の召喚に赴いたが、その資金で万国広報を買ってしまい、しかも帰って即権からその正しさを激唱されたという。四度にわたる単願書も走行せず、米沢藩で謹慎処分となった達夫は、自由。 河村徳友宅で近親中に筆木を振るうとき、一階ごとに二階から降りて庭の水を汲んだという。徳友の霊村の祖母が二階の置き水を使ったらと進めると達夫は、筆木は清らかな心で振るわなければならない。そのためには綺麗な水でなければならないと言ったという。雲井達夫の監視は明治初期には広く読まれ、自由民権運動の志士たちに好まれた。 若き日の西田喜太郎も、雲井達夫の墓を訪れ、と記している。明治二十四年、山本良吉宛書館、高徳修水も、死刑執行を目前に控えた獄中で綴った未完の、死刑の前にという一文の中で、と記し、自らの運命を受け入れるために思い浮かべる先人の一人として、雲井の名を挙げている。漢詞が、徐々に、一般的に読まれなくなった頃から、 雲井の記憶は一般的には薄れていったようであるが戦後においては藤沢周平が雲走るという雲井達夫を主人公とした中編小説を描いている。劇文の盗撮の劇、監視の時典は蒸気参照。その他の主要な監視に白梅編、北下途上、即見先生に提出、尺大、春時時に噴を発し、外然として 再度の志あり、将に、その親を美州に帰って、章戦とす、これを伏して持って送る、相馬城に瞳子勝ちに別る、十回、衆議院の障壁にダイスなど。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。